ジェームズ・ブライアン・ドージャーは、アメリカ合衆国ミシシッピ州、イタワンバ・クンフルトン出身のプロ野球選手。ウトを右打ち。愛称はドズ。2009年の MLB ドラフト8巡目で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。2011年に、球団最優秀マイナー選手に選ばれた。2012年5月7日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、メジャーデビューを果たした。以後、 遊劇種のレギュラー格で起用され、84試合に出場したが、8月にマイナー降格した。同年は打率は234と低かったが、6本類だと9盗塁をマークした。2013年は失投を待つ打撃スタイルにしたところ、長打が大幅に増え、計55本の長打を放った。球が増え、打率はの上昇にまったが、 出塁率は040以上上昇した。また、左投手に対しては328と打ったが、右投手は219だった。2014年2月28日にツインズと1年契約に合意した。この年は自身初めてオールスターに選出された。このオールスターゲームは自身の所属するツインズの本拠地ターゲットフィールドで開催された。 また、ホームランダービーにも選出された。同年、アメリカンリーグ3位の89支給を選んだ。攻撃及び走塁面では、23本塁が21、盗塁を記録して、20本塁が20盗塁を同時に達成した。2015年は、オールスターゲームに選出された。試合には、代打で出場し、センター方向の本塁打を打ち込んだ。レギュラーシーズンでは、 打率が236に低下し148三振を喫したがチームトップの28本塁打77打点という成績をマーク39二塁打はリーグ7位101得点はリーグ5位だった2016年は前半戦終了時点で83試合に出場して打率24614本塁打43打点に止まった しかし、オールスター明けから、ホームランを量産。9月12日のデトロイトタイガース戦で、ソロ本塁打を放ち、アリーグの二塁手では、史上初のシーズン40本塁打を達成した。最終的には155試合に出場し、打率、268、42本塁打、99打点。他に3年連続100得点以上、4年連続2桁、投塁。 自己最高の投塁成功率9割等の記録も達成した。ミネソタツインズでの現役時代2017年4月16日のシカゴホワイトソックス戦で2017年の MLB で初のランニング本類打を記録した。2018年は開幕戦から16連続安打の球団新記録を打ち立てた。7月15日のタンパベイレーズ戦で ターゲットフィールド球場初のサヨナラ満塁本塁打を放った。それ以前のものと合わせてターゲットフィールドで複数の満塁本塁打を放った唯一の二塁手である。2018年7月31日にローガン・フォーサイス、デビン・スメルザー、ルーク・ラリーとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。ドジャースでは47試合に出場。 合計151試合の出場で打率。215、21本塁打、72打点、12、盗塁を記録した。ポストシーズンは主に代打として出場した。オフに、FA となった。ワシントンナショナルズでの現役時代2019年1月13日に、ワシントンナショナルズと、単年900万ドルで契約を結んだ。シーズンでは、 開幕から正に類種として起用されたが、8月にアズドルバル・カブレラが加入してからは、出場機会も減少した。最終的に135試合に出場して打率、238、20本類打、50打点を記録。ポストシーズンでは、終盤からの守備固めとして出場している。オフの10月31日に FA となった。 2020年2月23日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月11日に自由契約となった。その後、7月22日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。7月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月16日にディーフとなり、 8月23日に自由契約となった。2021年2月18日に現役引退を表明した。ありがとうございます。